モータニッキー、今回は7月23日に大阪オリックス劇場で行われたハロープロジェクト2016サマーサンシャインパレード、だから土曜日の昼公演に行ってきましたんで、そのお話をしようかなと思います。でお目当てが、ハロコン初日にアンジュルムに加入することが発表された笠原桃奈ちゃんを見に行きたいなということと、あと椿の新曲つんくさんが作ってくれて超いい曲だぞっていうんで、もう気になってるんで、まあ、それを聞きに行きたいなということですね。で何よりも、モーニング娘。ズッキーが卒業してからまだ一回も生で見てなかったと思うんですよ。でもこれは見に行かないといけないなということで行ってきました、はい。まず全体のコンサート全体のお話を、お話感想をお話ししようかなと。なんか構成として最初にちょっとこう懐かしさを感じるような、選曲を持ってきて、で終盤で、まあ今っていう今のまあ比較新しい体制の曲かつ盛り上がるような感じで、まあ古参オタを最初に興味引かせてそのまま新体制に流すみたいな、だからそういう意図が感じられたんですけども、まあ具体的にお話しますと、まず序盤の選曲ですよね。が、まず椿拳、私がおばさんになってもオラ人気者、これどっちもカバーじゃないですか。だから、まあ、グループとしては新しいんですけども、人によってはなんか曲で懐かしさを感じるのかなということですね。でその後、6789と、ジュースジュースアンジュルムモーニング娘キュート、でここをまあ悩かれて最近、他からね曲他っていうか、まあいろんな人が曲いただいたりしてるわけですけども、これ全部つんくさん曲だったんですよ、披露したのが。なんで、今までのハローだな、みたいなね。まあ、それが懐かしいっていうよりは、なんかまあ、今までのハローみたいな。そういう風に、感じさせる序盤。で、そのまま、ハロープロタイムマシーンっていう企画に入るんですよ。どういうものかっていうと、比較的、若いメンバーに、その子たちが生まれた年に発表された曲を歌っていただくっていうね、企画に入るわけですよ。まあ私が入った時は2000年の曲を披露したんで、まあもうちょっと意識してんのかなみたいな、そういう構成をね、いうふうに思ったわけですよ。でまあ終盤は、まあ、まあ終盤はさっき言った通り、まあ、だんだんそのツンク曲を減らしていってみたいなね、いう感じで、まあ、最近の体制を見せていくっていうような流れになってましたんで、まあ古参オタを今の体制に慣れさせていくみたいなのはもうハロコン毎回感じますけども、なんかそういうのを戦略的にやってそうだなみたいな、分かりやすく戦略的にやってそうだなみたいな、分かりやすいじゃないですか。古い曲やって今の曲に流していくみたいなね、なんかそういう風に見えましたけども、皆さんは見えなかったでしょうか、はい。まあ、これはあれだけの話ですよ。サンシャインパレード公演だけの話ね。レインボーカーニバルの方は分かりません。まあ、それが、コンサート全体としての、まあ、私が感じたことですね。で、セットリスト順にじゃあ行きましょうか。もう気になるとこだけパッパと行きます。まず1曲目、グッバイ夏を。これはもうエリポンばかり見てました。前回のハロコン入ってないんで分かんないですけども、2つ前とかだったらもうアクロバットですごい起用されてたんで、もう始まった瞬間からなんか勇ましさで押していってた感じがイメージがあったんですよね。で今回はもう初っ端から可愛らしい感じでなんかお花の髪飾りみたいなのとかつけて、まあすごいいいじゃんということですね。やっぱ可愛いエリポンが私は好きなんで、はい、まあそういうところを見れたらと。で MC、ちっさですね。ちっさが手術後で、まあ回復に向かってますが、パフォーマンスは制限させていただきますと。そして私誠も足を怪我しておりますので、パフォーマンスを制限させていただきます、わーみたいな、まあ、そういうところもあって、でその次、ハロー真っさらの自分、研修生。これ確か、レインボーカーニバルの方は別の新曲やったんですよね。そっちが聴きたかったな。
研修生発表会でハローまっさらの自分聞きましたし、そのレポ動画でも言ったと思うんですけど、まあ、期待し、するほどでしたみたいなね、なんかそう言ったと思うんですよ。いやまあ、あの前回聞いた時よりもちょっとまあ聞き慣れてたんで、まあ、しかも人数が少ないっていうのはね、メンバーをじっくり観察できたっていうところでは、前の研修生発表会の時よりも楽しめましたけども、それよりも新曲は聴きたかったなということですね。だからまあその出演メンバーで言うと、まあ良かったですよ。大阪ということで、秋山真央ちゃんと、野口くるみちゃん、まあこれどっちも、気になってるメンバーで、当然満足ですし、あと全国帯同盟、まあいつもの子たちっていう感じで、なんか横川由美ちゃんがいなかった、ざわざわざみたいになってましたけども、実際大阪じゃないからっていうだけじゃないですかね。他なんか三重出身のメンバーとかいましたよね。そうだからまあ大阪に来るのがしどかったんじゃないですか。今回はお休みということで、もう頑張ってください。その次、さっき言った椿こぶしですね。私がおばさんになってもオラー人気者、まあ、ここ最近というかもうずっと対称性みたいなところね、こぶし椿の対称性みたいなこと言いますけども、ほんと面白くなってきたなと思いますよ。椿が私がおばさんになってもなんか上品な衣装を着させてもらって、可愛らしい女の子らしい衣装を着させてもらって、しかもあの確か前のメイメイ卒の時にも同じ曲やりましたよね。私がおばさんになってもなんか素朴でなんか純情みたいな歌詞は本当に椿で合いますよ。いやすごいいいなと本当に思いますね。思ってたら次拳がね、まあ、もう男のねしんちゃんのファッションして下品な歌を全力で歌うっていう感じで、もうすごい対照性じゃないですか。レナコとか絶対嫌がってるだろうなと思ったらゾーさんってやってくれるから、もうすげえなっていう話ですよ。まあそういうところで、まあ、しかもそのオラ人気もって今回のシングルの中で一番勢いで押し合わせるよね。なんか聞いてる感じ一番勢いだなっていう感じなんで、まあその、まあ、あんまりスキルを前面に出さないっていうところですよね。だからまあ椿はまだまだね、今はちょっとこう寝かせてるみたいなこと言ってましたよ。そのスキルをね、育てるために。だからまあスキルって言われるわけですけども、まあそんな椿と比較しても綺麗に見えるような選曲になってるなぁと。だからまあうまいことできてますねここは。いやその次、カントリーガールズ、ブギウギラブ。ここは、柳川ななみちゃん、船木むすぶちゃん、加入して生で見るの初めてだと思うんですけども、それよりも、なんかパフォーマンスじゃ、フォーメーションの不自然さみたいなところですよね。だからここ、まだかいたんだろうな、みたいなところがポツポツあったわけですよ。だからまあ、そこばっかりが気になっちゃったということなんですけども、まあ、帰ってきた時のためにね、ちゃんと開けてるんでしょう。まあ、そういうところに希望を、感じるオタクもいるということで、はい、私もその一人ですよ。はい、その次、ジュースジュース、ドリームロード、心が踊り出してる。まあ、これ、つんくさん曲っていうので、私も一回動画で、話題にしたと思うんですけど、いや、期待してましたよ。期待してました。するべき曲にもならない気がします。これはちょっと、いやー、どうすんだろうなーっていう感じで聞きましたけど、何よりも本人たちがね全然楽しそうじゃないんですよ。心が踊り出してないんですよ。なんかやっぱスキルがあるんで見せていきたいでしょ本人たちは。全力で、私たちのねこのパフォーマンスを見てっていう感じでやりたいんでしょうけども、まあなんかどうもこの曲じゃあーっていうねもどかしさみたいなのを感じてて、もう特に高木紗友希ちゃんですよね。すごい顔しました。もう高木紗友希ちゃんもそうですし、かりんちゃんはくぐつみたいな感じでしたね。それがなりきってるのかもしれないですけど、無っていうように見えましたね。まあそういう、まあとにかくやりきれてないなっていう感じでした。だからまあ具体的に言うと、ソロパートが全然なかったっていうことですよね。だからやっぱジュースまあね、強力な歌唱面がいるんで、まあ、そのあたりをねやっぱ光らせていってほしいなと思うんですけども、まあ本人たちの心が踊り出した頃に初めてこの曲の、良さが出てくるっていうことで、そうだね、寝かせておきましょうこの曲は。
そう、次、やったるちゃん。やったるちゃん、9人体制になってましたけども、まあ、2期目、カナナをはじめ2期目を押してた感じなんで、まあ、そこはブレないなということですね。その次、モーニング娘。ザ・ビジョン。まあ、ズッキーが抜けて、まあ、おそらく歌唱力を補いに行ったんでしょう。福ちゃんを歌唱面に持って行って、その代わりに、クドゥをダンス面に、持っていったと。だから入れ替えですよね。まあ、個人的にクドゥとズッキは結構声が特徴的なんで、全体としての歌唱で聞いた時も、その2人のおかげで結構なんか深みが出るなみたいな、歌唱に幅が出てるイメージがあったんですよね。その2人が一気に消えたことで、まあ、よく言えば癖がなくなったなという感じで、まあ、そのおかげかわからないですけども、ちょっと小田の声が聞きやすくなったなとは思いましたけども、私はもう癖ありありの方がいいんでね、なんかもうまあ物足りなさみたいなものを感じましたけども、まあ曲によっては、まあ、癖があればね、あったらいいかというと、まあ、そうでもない曲もあると思うんで、やり方によっては、まあ、その辺癖のあるメンバーを、まあ、何かしらでこうね抑え込んでみたいなこともできるなというふうには思いましたけども、まあ物足りなかったね。その次キュートサマーウィンドウ、ここはまあ先ほど言ったちさが、まあ、パフォーマンスを制限しますって言ったね、初っ端歌いだしドヤ顔で入るからどこがだよっていうね、あのいやこれで制限してるんだったら治ったらどうなるんでしょうかね、だからな。でやっぱ、まあ、まあキュートは安定してるなと。他はね、なんやかいてこうざわざわしてますけども、ここはね、まあ、病気があってもブレないぞみたいな、まあ、そういうところの、グループを引っ張っていってくれる強さみたいなものは感じましたけども、はい、ですね。でその次が、ハロプロタイムマシーン、まずアイウィッシュが小川浜浦岸本、で告白記念日が森と野村田口朝倉、2000年生まれのメンバーが2000年に発表された曲を歌うっていう企画です。まあまあまずもう企画としていいですよね。これもうハロープロジェクトにしか、まあ、こういう、まあ、グループというか、まあ、土壌があるからこそできるような、企画で、まあ歌い継ぎましたみたいなものをね、強く感じる、まあ、そういうところ凄みはありますよねということなんですけども、注目は田口に谷間があったことですね。谷間があったんですよ、なぜか。あのガバって開いてて、なんかいや持ち上げてたんですかね、なんでしょう。でまあ私が入った公演は2000年生まれのメンバーが出てきたから、まあ、田口が出てきたけど、他の公演だと、まあ、多分2000年生まれじゃないんで田口は出てきません、残念ながら。ただその次に拳椿でさみだれ美女をやるんで、多分衣装は同じですよね、まあ、そこで見ていただいたらなと思います、はい、そこで見てください。でその次、クレイジー完全な大人カントリーガールズ、これはやっぱり柳川ななみちゃんと船木むすむちゃんはダンスがお上手ですね。なんだっけ、さっきのブギウギラブ。ブギウギラブは、ちっちゃい子が頑張ってこう、ね、大人びた、パフォーマンスをしているよみたいなね、頑張ってるよみたいな、なんかそういう風に見てて思うんですけども、クレイジー完全な大人ってもう完全な大人じゃないですか、パフォーマンスとして。もう完全な大人をやりきれてるっていうところの、まあ、あの二人の表現力みたいなところが、やっぱ見どころですかね。でその次がジュースジュース合唱ショータン、まあこれはもうまあまあ曲が好きなんで面白いんでそれだけですね。でその次よ、アンジュルム、ちょっと愚直にちょっとつもし、これは面白かったですよ。まあ拳ファクトリーほどなんかすごい、ね、8人全員で突っ走っていくぞみたいなところはないんですけども、まあアンジュルムもやれと言ったらね、やれと言ったら全員こうバラバラに行きそうな感じじゃないですか。そういうなんか同じような勢いというか、雰囲気は感じたんですけども、まあ、なんかどうもあやちょだけは子供たちに手を引っ張られてるようなね、
まあ、しかもなんかあの結構きれいめな服を着てたんで、なんかあの走る振りとかやるときはもうすごい頑張ってましたね。はい、あやちょなんかそういう、面白いリーダー像みたいなものね見れましたけども、いやあのリナプーですらすごい俊敏な動きというか、なんかアクティブな姿を見せてくれましたからね。いやそれはもうなんかいろんな面白いところが見れますよここは。その次、モーニング娘。で愛おしくてごめんね、これはいいですね。なんかそのやっぱりまあ、スキルって言われますけども、私は、まあ、そのやっぱスキル重視で行った時に、干されるビジュアル面をいかにうまく生かすかみたいな、その子たちも結構ね、いろんな味を持ってるんで、そこを生かせてこそモーニング娘。だなと思うわけですけども、そういうのをうまく生かすっていうことをハロコンのシャッフルでいつも見せてくれるんですね。それをお前あのモーニング娘。でやってくれないかと、モーニング娘。の曲でくれないかといつも思うんですけども、まあ、そういうことを今回も思いました。愛おしくってごめんね、アカネチンが最初セリフですよね。でごめんなさいねで生田が出たりみたいな、そういうのをね、なんでシャッフルの時にあんなうまく使いこなせるのにっていつも思いますね。でその次、サマーナイトタウン、これはもうあいいじゃないですか。あこれはでも4人でしたね確か、これ4人じゃなかった、あのチッサが、まあ、そこなぜか制限っていう感じで4人でした。4人でもなんか K-POP っぽくてよかったですね、なんか配置とか。あなんか日本あマジやめとこう、難しいここは。その次 MC、 ここで MC だったかな、あの心理テストみたいなのありましたよね、一回心理テストみたいな、なんか大阪面の大阪出身メンバーの船木結ちゃん、中西かなちゃん、上村あかりちゃんの3人に、まあ、店員さんにすごい怒りました。あなたは何と言ったでしょうみたいな、ね、質問をするんですけども、まあ、その回答の心理は自分の欠点ですよみたいなね。これどうやっても絶対面白くなるじゃないですか、こんな。あのよく考えたなと思うんですけど、まあ、大阪出身だからね、もうなんか面白いこと言わない人って本たちも言って、もうボロカス言った結果全部自分に返ってくるみたいな、絶対面白くなるんですけども、それが一番ね、軌道に乗ったのがウエムだったね。ウエムはもう真顔でなんかあの態度悪いし栄養失調みたいだしみたいなね、もう全部自分に返ってきて、しかもオタクがねうんうんうんってうなじてたんですね。もう接触でなんかあのトラウマでもあったんでしょうかっていうね、もうすごい機嫌悪いしうん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 って言ってたんで、なんかあったんでしょう。いや面白かったね、あれはいいんじゃないですか、よく考えたと思いましたね。でその次、ハロステダンス部、ダンスはあんま覚えてないけど、リコリコですね。リコリコダンスが上手いって聞いてたけど、あ すごいですね。なんかあのいつも椿ファクトリーだとさ、あなんかあんなであんなヌルヌルになるのにヒップホップダンスになるとすごい俊敏になるんですか。なんかこう帽子とかかぶってね、顔はリコリコで体別物みたいに見えたんで、すごいですね。なんかジャンルが変わればね、ああもう変わるのかということでしょうか。でその次上路はいやいい曲ですね。シングルに行かない、これシングルに持っていかないですかね。上路難しい、なんかこうじわじわと感じるような、なんか多幸感をじわじわと感じるみたいなね、これは非常にちょっと表現しづらいんで、また後日、なんか言葉がまとまればお話ししようかなと思いますね。その次大器晩成、これは次3期目を、まあ、真ん中に持ってくる。ただこれいやこれも9人体制でしたね、これも9人体制でした。まあそうですね、これもブレないなというところです。この辺ちょっとあんま喋ることねえな、ちょっと飛ばしていきましょうか。で23曲目独り占め、だからまあここが一つの、まあ、私が気になってた、見に行きたいなと思ったポイントだったわけですけども、まあ、その
椿ファクトリーを表現してるっていうところではもうかなりピカイチですね。今までで一番いい曲だと思いますが、曲単体としてはどうなんでしょうか。で、初めて聞いた人、椿ファクトリーのこと全く何も知らんくて、ね、イメージも何もなくて聞いた人にとっては、あ、なんかとっつきにくいのかなっていうふうにはちょっと思ったかな。だからまあ拳との対称性ありきっていう感じにはちょっと思いましたかね。だからまあとにかくサビがどこかわからないっていうのはみんな言いますけど、まさにその通りですね。まあそうですね。でもまあまあ椿を表現してるっていうところでは一番強いんで、まあ、曲としてはもう大切に歌っていてほしいなと思いますね。はい、でその次、まあ、ここからさっき言った通り、盛り上がりで、まあ、新体制だからツンク曲減らしていきつつの盛り上がる曲で、サンバ拳ジャネイロ、リズムが呼んでるぞ、なんかこうパン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 やるやつね。で、その時キープオン上昇志向、これジュース、これいい曲でしたよ。ヒャダイン曲ですよね、これ、なんかすごい一番、ジュースジュースのメンバーはその公演の中で一番楽しそうに歌ってました。しかもオタクも盛り上がったし、私もいい曲だなと思いましたけども、やっぱなんかヒャダイン曲は誰が歌ってもいい曲だなって思いますね。それがいいのか悪いのかっていうところですけども、だからジュースらしさがあるかって言われたらちょっとなんか微妙なのかなという。それを言うと、まあ、なんか上路の方が、まあ、ちょっと、まあ、フレッシュなところから一歩抜けた、ちょっと安定感が出てきたぐらいのグループっていうところの表現ではなんか上路の方があったかなみたいなふうには思うんですけども、まあそうですね、やっぱヒャダイン曲は、うん、まあ、誰が歌ってもいいなということですけども、だからアルバム曲とかに欲しかったかなと思いましたね。だからまあ上路と入れ替えてもいいのかなと思いましたけど、やっぱインパクトはね、前山田健一さんに作っていただきましたっていうとインパクトが強いですから、もうそれで、うん、これが一番やっぱ正解だったのかもしれませんね。でも本当にいい曲です、盛り上がります。でその次、次々続々、そうですね、やっぱ神子が真ん中で歌い出し歌ってくれて、私はやっぱその体勢が一番いいと思うね。ももにゃが入ってもその体勢が一番いいと思うので、まあ、とりあえず安心するわけですけども、やっぱももにゃは途中の MC でも確かなんかバレエをやってて Y 字バランスができますとかって言ってね、 Y 字バランスやったりしてて、なんかまあバレエで培った安定感のあるダンスみたいなところなんですかね。あと、まあ、体格も結構ねがっちりしてますので、なんか後ろの方でパフォーマンスしてても、ね、いい、目立ち方というか、いい目立ち方、うん、いい意味で目立たない、どっちだろう、なんかまあまあ後ろに置かすにはすごいいいなと、そう、なんかメイメイと違った迫力があるなっていうことを感じましたね。そう、だから次々続々はやっぱり、今のアンジュルムを象徴する曲ですっていうことで、まあブレずにあれをずっとやってほしいなっていうふうには思いました。いや、本当にいい曲ですね。でその次、モーニング娘。6、シャボン玉。謎ですね。他のグループが、新しい目の曲とかね、やってきたところで、ね、すごい、次々続々盛り上がった、でんでんでんって、愛する人はって来るから、いや、まあ、オタクは盛り上がってましたよ。子さんも、うわーって、これかーみたいな感じにはなってましたけども、13年前ですよ。いや、それこそ、お前、ハロプロタイムマシーンで、モモニャが歌うだろ、それ。って思うぐらいでしたけども、だからやっぱその次々続々とシャボン玉並べてきたとこらへん、なんかこう今のアンジュルム、昔のモーニング娘みたいな、なんかそういう、対比に見られても仕方がないぞみたいなね。やっぱ、今のモーニング娘を見せていきたいオタクとしては、なんかこう不甲斐ないというか、なんかこうもどかしい気持ちになりましたね。
でその次、まあ、嵐を起こすんだエキサイティングファイトの歌方サタデーナイト、だまあ大トリに歌方サタデーナイトを持ってきてたから、まあ歌方がね、まあ、今のモーニング娘。っていうと歌方だけど、まあ、それが使えなかったんですよ。でまあ分かるんですけども、あそれにしてもっていう感じですね。でまあまあ、まあ、でも最後の歌方は盛り上がってて、サンシャインパレードは、まあ、まあいいじゃないですか、いい、終わり方でしたね。はい、以上ですね。まあちょっと最近お金がないんですよね。でしかも今回クソ高くなかったですか。でもちょっと大打撃なんで、なかなかちょっと現場に行けてない、行けてないし、まあ行けないっていう状況なんですけども、まあちょっと安定するまでは、まあ、他の動画をねちびちび上げていきますんで、そっちの方を、ご覧いただけたらなというふうに思います。なんかまあ積極的に何かしらネタはね探してますので、まあオタクの心は冷まさないようにはちゃんとしますので、その辺は、よろしくお願いしますということですね。でも今回は以上です。長くなかったありがとうございました。